それではね、えっと、意外に大切な自分の研究にタイトルをつける方法について説明します例えばね、えっと、こんなふうな研究のタイトルを例として挙げさせていただきます都市についておうち時間と健康朝顔の観察どれもね自由研究のタイトルでよく、ね、あるようなタイトルに思えますよねだけどこれね実はあんまりよくない例なんですね なんで良くないかっていうと、いろいろ理由はあるけど、一番良くないなっていうところは、この文言からその人が何に注目してその研究をしたのか全く見えてこないっていうところ、ね、それがあんまり良くない理由の一つです。例えばね、えっと、都市だけじゃよく分かんないからね、えもっとえ研究自体を、ね、絞り込むか、もっと、ね、自分がやってきた研究を具体的に書いてしまう。例えばね、えっと、ペットに優しい都市環境とは。 住宅の周辺施設がペットに与える影響みたいな、ね、あこの人は都市環境のね、都市のね、こういう部分に注目して研究したんだなってのが分かりますよね。あとは、おうち時間と心の健康ね、ね、休校が高校生の自己肯定感に与える影響、あこれは学生を対象に、ね、した研究なんだな、ねあ、健康の中でも特に心の健康に、えっと、注目してるんだなってことが分かりますよね。あとはコンクリートから放熱が。 コンクリートからの放熱が朝顔の歯に与える影響について、あ、こういうところに注目して朝顔を観察したなーってわかりますよね。でね、あの皆さんの身の回りにはね、先ほどのスライドに示したような、えっと、論文のタイトルみたいなね、そんな文章がないんですね。えだからイメージできないのは当然なことです。例えば、えっとまあ、これもね、YouTube なんだけども、例えば YouTube のサムネイルよく見ますよね。だけど、まあ、僕が 考えるとしたら、例えばね、朝顔観察、ね、日記みたいなね、あのやってみましたみたいなえサムネイルを多分考えると思いますけど、それって論文のタイトルとは全く違うんですね。確かに注目を引く、ね、注目を、えー、と引くっていうのもタイトルの、ね、大事な役割なんだけども、何やってるのかよくわかんなかったらそれは良、えー、くないんですね。あとは、えー、と小学校の時に書いたかな、ね、いろんな作文書きましたよね。その作文ってね、どちらかとと、いうとこう、こう 感想を書くような作文の方が多かったんじゃないかな。そういう時のタイトルって、運動会とかね、夏休み私の夏休みとかね、僕の街とかね、海とかね、そういったタイトルを書きがちで、で実はそれは論文のタイトルにはなりえないんですね。どれも、えっと、何,何に注目して、えっと、活動したかが全くイメージできないからです。 この動画だってね、テーマの決め方だけでは、えっと、研究のタイトルにはなりえなくて、もしね、この動画みたいなものを研究にするんだったら、もう少し内容を変えて、例えばね、自由研究のタイトルが読み手に及ぼす効果、ねタイトルが読み手に先入観を形成する可能性みたいなタイトルをつけて研究するかなっていうふうに思います。で、一応まとめのポイントです。ねまず単語ど、単語のみはバツね含まれる意味が大きすぎてね研究がイメージできません。都市とか言われてもね、都市のどこに注目したのってね、都市の。 どんなところに注目して何を研究したのかわかんないから、ね、単語のみはダメ、ね。あとは、内容を、ね、隠す必要はありません。YouTube のサムネイルとかは、ね、こうネタバレを防ぐために、あえて、ね、内容を隠すような単、えっと、文が使われることが多いけど、ね、論文の場合は、ね、内容を隠す必要はありません。もう、その論文のタイトル見て、結果が分かっちゃうような、ね、実はタイトルもあります、全然。なので、えっと、内容を、ね、隠す必要はない。どちらかっていうと、ね、こう前後の文脈がない中で、えっと、ポンと、ね、タイトルだけで、えっと それをね、えっと見てくれるね人を引きつけなきゃいけないね見てくれる人に情報を与えなきゃいけないから、なるべくえっと内容はね、えっと包み隠さずにねこんなことに注目したんですよ私はっていうふうにえっと伝えた方がいいです。ではご成聴ありがとうございました。実はねテーマの付け方も大切だったんですね。では心身の健康に気をつけて頑張ってください。